マウンドから遠ざかったことがあるピッチャーだと、一月半ぐらい遠ざかっていたのの度胸ですね、このあたりはどうですか。そうですね、やはりストレートをこう生かすためにね。そうですね、今日は総動員だということを言っていましたが、確かにまだブルペン誰もやっていません。いや、東野さん、やはり大木さんだったらどうします。コントロールがどうかなっていうね、不安がありますよね。高く打ち上げました。サードのハウエル、そしてショートの池山。前恒例になりましたミーティングでの石毛選手の一言なんですけれどもね、今日は何ですか。こんなところを石毛は言ってるんだと思いますね。しかしそのあたりを見逃さない石毛というのもね、さすがですよね。さあセーフティーバント、先ほどのイニング抑えて帰ってきた途端にですね、全部逆逆いってるなという一言が出てきました。はい、先ほどの古田の表情を見てもね。さあ平野いけますからね。試合前に今日は2つ勝ち星やるかなんてことを言っていました大塚です。